婦人探索夢の旧作。1、100万円あったら、ああしよう、こうしよう、と空想していた青年中村義雄は、思いもかけぬおばの遺産を受け継いで、一躍百万長者になった。義雄は早速数万円を投じて素晴らしい邸宅を建てた。そこに、美姫と美酒と三階の珍味を並べて、友達を集めて昼夜兼好の豪遊を試みたために、百万円は瞬く間になくなって、いささかならぬ借財さえできた。その抵当に邸宅を取られた彼は、再び元の通りの無一文になってしまった。二、不思議だ。奇怪だ。不可解だ。100万円を得ない前の自分と失った後の自分との間には何らの相違もない。空想の100万円と実物の100万円とは使用した結果から見ると全く同じものであった。おー、100万円よ。お前は何のために自分に天下ったのか。何故にかくも無意義に自分から消え去ったのか。おー、100万円よ。お前はどこへ行った?義雄は腕を組んでこう考えた。知っている限りの人々にこの疑問を提出して解決を求めた。3。山本という社会学者は言った。100万円をお前から奪い去ったのは100万円自身である。お前が知ったことではない。松井という法律学者は言った。お前自身がお前から100万円を奪い去ったのだ。村上という心理学者は言った。お前の100万円を奪ったものはお前の心の中におる。お前の心の奥に隠れて人知れずニヤニヤ笑っている。また、空与という構想は、こう説いた。100万円はなくなっていない。お前の心の中にちゃんと隠されている。その100万円を取り返すには、お前から100万円を奪ったその心を探し出して、殺してしまうのが一番だ。そうすれば、100万円の金は、自然と、お前の身に帰ってくる。最後に、万象という占い者はこう判じた。これは、天地比という毛です。自然のことを自然の順序に考えていくと、万事が否定的の糞詰まりになるという、実に不可思議な原理を表した形です。すべての順序を逆にして考えていってごらんなさい。地天体という家になって一切が安らかに解決されて行きます。4。義雄は思案に余った挙句、高山という名探偵を訪問して一切の経過を打ち明けて頼んだ。僕の100万円を奪ったやつを見つけ出してください。100万円を取り返してください。成功すれば、謝礼としてその半額を提上します。名探偵は心よくうなずいた。どうか、葉巻を一本吸う間、待ってください。考えますから。5。葉巻が短くなると、高山名探偵は窓の外へ投げ捨てた。組んでいた腕を解いて、こともなげに微笑した。100万円を奪った犯人は、あなたの心の他におります。義雄は、愕然とした。無言のまま目を輝かして、一膝進めたが、名探偵は依然として微笑を続けた。それは、一人の若い女性です。しかも、
非常な美人で学識といい真相といい、実に申し分のない処女です。よしおは思わず叫んだ。それはどこにおりますか？それを探し出しうる人は世界中にあなた一人です。よしおは面食らった。独り言のように言った。一体それはどういうわけで？名探偵は厳粛な口調で説明した。あなたは100万円を得られる前にいろんな計画を立てられたでしょう？それはどれもこれも素晴らしい理想的なものだったでしょう？よしおは無言でうなずいた。けれども、その計画の第一着手として、理想的な美少女を霊夫人に迎えることを、あなたは全く忘れておられました。あなたが100万円を得られると同時に、そうした立派な霊夫人を迎えておられましたならば、あなたの100万円は一文も無意義に費やされずに済んだでしょう。青年よしおの目から熱い涙がハラハラと溢れ落ちた。高山名探偵はその顔を凝視しつつ、断固として言い切った。すなわち、あなたからあなたの100万円を奪い去った者は、あなたの未来の夫人たるべきその美少女です。あなたはその美少女から100万円を奪い返すべき権利があります。6。中村よしおは高山名探偵のこうした軽眼と推理力に心から感服してしまった。涙とともに床の上にひれ伏した。どうぞ、私と力を合わせてその女を探してください。100万円の全部をあなたに捧げても構いませんから。名探偵は一義に及ばず引き受けた。けれども、よしお青年から100万円を奪い去ったであろうほどの理想的な若い女性は容易に見つからなかった。稀にいるにはいたが、よしおから100万円を奪った犯人であることを告白して、結婚の申し込みを承諾する少女は一人もいなかった。よしお青年と高山名探偵は、とうとう、乞食同様になって、のたれ死にをしてしまった。